皆さんこんにちは、中本白秋です。これから中本白秋による、ペン字のワンポイントレッスンを始めます。どうぞご覧になってみてください。はい、10月2日中本白秋のペン字講座、今日のワンポイントレッスンですけども、今回は読売新聞のですねトップ見出し、この中から文字を開きましょう。日支連迂回献金が常態化、10年参院選別候補へも計画。日本、歯科医師連盟、日支連の政治資金規正法案規制法違反事件で日支連が2010年うんぬんとありますね。ここでですね、このここにあります、この日本歯科医師の一手字、ちょっとこちらの一手字、この明朝体の一手字をちょっと拾って書いてますね。こう書いて、こうまっすぐなってますね。こうまっすぐ、こうなって、こう来て、こう来て、まっすぐ、こうまっすぐ。こんな、そうそう、こう真横ですね。これは明朝体ですけどね。これをですね、ペン字で書きますと、ペン字の前、活字の前、真横ですけど、ペン字の前は軽い右やりですね。こういう軽い右やりに書きますので、まず一画目からですね、まず箱構えの一画目、軽いこの右やりですね。書き順としては中の作りを先書きます。こうして同じようにたくさんと、そしてこの箱構えを完成させます。こんな感じですかね。少しこう右足のリズムを維持して、そしてこの箱構え、この箱構えに対してこのスクリューをですね再取り替えてみますね。書き順は別ですと、字の説明をするためにこう箱構えをさっき2つ書いておきました。でこの矢っていう作りをどのあたりに入れるかがポイントになるんですね。箱構えっていうのはこう右側が空いてますので、この辺が一つの着眼なんですが、こちらはですね箱構えの中心、この辺ですね、この辺が中心ですね。これに対して、この中心に矢を入れてますね。中心が多いですよ。中心出ました。はい、今度はこう中心よりもちょっと右へずらします。はい。皆さん、ちょっとこれ極端めに右へずらしましたけど、ここに A と B のタイプ書きました。A はですね、ちょっとこの辺りが狭いですね。でこれはこちらも行ったら空いてますね。ここもこう開けて左右適当な余白を取りました。箱構えのようにですね、箱構えっていうのはこれを箱構えですね、箱構えのようにこう右側が空いてる時にはですね、中の作りを少し右に寄せて書く、これがポイントなんですね。ちょっとこう書いてます。もう一回ちゃんと書いてみますよ。こんな感じですね。ここは中心この辺ですね。同じく応用で、例えば区って東京都の区っていうですね、これもこのようにですね、この部分は少しこっち空いてる方向にずらして書くことがポイントです。本日の、解説はですね、箱構えのつくですね、字の美しい書き方について解説をいたしました。それでは行書ですと、
こう来て、こうなる感じですね。でもう一度そうしばきますと、もっと崩しますと、こう連綿の線がうるさければ連綿の線を取って、本当に空間を作って、これが医師の一手です。以上、本日10月2日の、金曜日、中本博士のワンポイントレッスンをこれで終わります。